朝日が昇る金湾に世紀の波は打ち寄せ。皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。本日の担当は松本すが子です。町の話題より、11月1日県内最大級の食の市場うるまるシェ待望のグランドオープン。食を通じてうるま市を元気にする。11月1日うるまるシェがグランドオープンとなりました。うるまるシェは農水産物直売所や産直レストラン、フードコートやイベント広場などを備えたうるま市初の公設民営による複合型施設です。当日はオープンを心待ちにしていた多くの市民が詰めかけました。また多彩なオープニングイベントが会場を盛り上げました。詳しくは広報うるま12月号4ページをご覧ください。うるま市民の叙勲功労者表彰。それぞれの道で永年にわたり尽力され多大な功績を残された方々が各叙勲の受賞功労者として表彰を受けました。秋の叙勲、瑞宝炭鉱賞、金城正光氏67歳、緑町。消防功労、元うるま市消防団団長。危険業務従事者叙勲、瑞宝装甲賞、親川和弘氏70歳、阿佐入原。警察功労、元警視正。瑞宝炭鉱賞、古謝光前氏71歳、石川東女。警察功労、元沖縄県警部補。比嘉俊則氏70歳、石川山城。消防功労、元沖縄市消防司令補。沖縄県功労者表彰、県功労者表彰、石川治氏90歳。石川、元石川市長。安田美智子氏86歳、アザキャン。医療法人泉会介護老人保健施設泉園園長。詳しくは広報うるま12月号4ページをご覧ください。町の話題より、10月28日第33回全島獅子舞フェスティバル。沖縄各地の獅子舞が一堂に会する第33回全島獅子舞フェスティバルが上げな闘牛場で開催されました。本市からは天眼獅子舞、かつれん栄原獅子舞、多葉獅子舞が出演し、それぞれの特色ある獅子の舞をダイナミックに披露し、集まった観客を魅了しました。また地域の伝統芸能としてかつれん栄原薄デークも披露されました。詳しくは広報うるま12月号4ページをご覧ください。町の話題より、11月11日みんなで健康長寿、健康フェスタ in ウルミン。第5回健康フェスタ in ウルミン第5回健康づくり推進大会が健康福祉センターウルミンで開催されました。健康長寿で生き生きと過ごせるように、
健康づくりに取り組むきっかけづくりを行うため開催されたイベント、同時開催となった健康ウォーキング大会では、爽やかに澄み切った秋空の下、多くの親子連れが参加しました。またウルミンではヨガやフィットネスセンターの無料体験、ヒープーさんによる健康講話など、健康に関する様々なイベントが行われ、訪れた多くの人を楽しませていました。詳しくは広報うるま12月号4ページをご覧ください。町の話題より、11月11日心の風景いつまでも、第4回うるま市景観賞表彰式。うるま市の魅力ある景観づくりのため活動している市民団体に対して贈られる第4回うるま市景観賞が決定し、表彰式が行われました。建築物・町並み部門、うるま市医系自治会、障害学習文化振興センターユラティク。活動部門、うるま市あがり山自治会、うるま市港区自治会、港区クリーン湯河府会、うるま市偏座自治会。詳しくは広報うるま12月号6ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続きゆいまるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。生まれし町の自治の